どうもこんばんは。今日はファーミングシミュレーターをやっていきたいと思います。1月13日、もう夏なんですけどね。家にいるときは超快適なんで、うちの家は。エアコンが24時間営業しています。もう。なんで、外は暑いですけど、快適に、ファーミングシミュレーターしていきましょう。では、今ですね、拠点の周りね、出てなさった。拠点の周り、そうです。電話マークの上はもうすっきり。はい、全部聞き切りました。で、この間、こっちの道より右側。で、崖より左側。この真ん中のところを、ミラーさんが来てくれて、すっきりしました。昨日、T.A. さんのところに行って、まあ、配信してるのを見に行ってたんですけど、その後に、行きますよって言ってもらったんで、その時にしたのが、どこだかな。トマトの下で、この道の間やった。こっち方面ですね。この辺の下。この道の下やな。この道の右側。こちらをやりました。で、今日はぼちぼち。もう、しばらくやってるんですけどね。ワープ、こちらですね。これで見た方がいいか。ちなみに場所はここ。こんな感じで、だいぶ切り倒してて、切り株はもうカットしちゃったんですよね。よいしょ。とは、こいつに乗って。もみの木はもうウッドチップにしちゃいます。ユートチップです。
まいこといかへんな。どいた。たまにこっちに乗っとかないとな。50%。もうちょっと寄らなあかん感じかな。もう当たりますよ。これな。お、危ない。どうしたらいいんや。なんでや。感じ。なんか違うな。全然こうへんやん。全然行かへんやん。なんてことや。どういうこと？やってや。
トラックに引っかかってたんやろうな。また近づきすぎた。どこ行くんや。めっちゃゆっくり入った。時間かかりますね。まだまだあるね。先に切っといたからね。しかも上から落としといたはずやねんな。あこあこ。遠すぎて見えへん。こけやすいから気をつけて。
どうすればいい？あ、歪んでんのか。どれから行く？この手前のからしようかな。調子に乗って日本行ったら思ったのにな。もしかしてこっち向きの方が最適じゃん。あ、これアームに当たるな。から見たり。え、進んでたよ。一応ね、消えるまで。なんか次バグったらめんどくさいかな。
もうそろそろ、これらが満タンやな。危ね。なんか畳やったが危ね。また？よいしょ。珍しくこけずに行ったな。いかね。出た。
車。来たわ。もうちょいやねんな。完璧きすぎだな。何に気はないか。あー、やめて。爪が当たったか。シェイゴーゴー。なんかな、オッケー、すんなりいった。あれ困るんじゃないよ。あ、やば、ウッドチップ満タンやったかもしれん。ああ、これな、満タンでも進んのの問題やねんな。から行ったらいいかな。道どこや？下か。農作物は何もしてないしな。ひたすら木を切ってますね、相変わらず。よいしょ。これで戻ったら終わりですかね。ちょっと今日は30分しか経ってないけど、まあ、これが理想と思うんですよね。
ほい。よいしょー。これでもみの木が一旦終わりなんで、次は、何や、白いやつ。これね。これ切ってるんで、もう。あとはトラックに乗せて、売りに行くだけですね。次回はこの続きから行きたいと思います。よっしゃ。今日もちょっとスッキリしたかな。トラックに乗った方がいいかな。ね。こんな感じで、裏道も、なかなか爽快になってきました。まだ拠点周りやってるだけやからな。全然できてないんですけど、まだ続き、どんどんやっていきたいと思います。では今日はこの辺で、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。失礼します。バイバイ。